北関ナウ浅川図です。はい、カビだよ。 はい、ということで、えー、2022年、値上げがね、すごくいっぱい、今は起きてるっていうことで。一斉に来たね。ねえ、もう毎日何かしらが値上げしたっていうニュースやってるよね。しかもね、これからも多分続々と出てくるだろうね。あのさ、んなんだろう、やっぱ春ぐらいになると、あの、小麦関係がやっぱ一斉に値上げするっつうしね。あとは今ほら、原油高でね、ガソリンが高くなってて、結局、原油高になると、輸送コストが上がって、 全部の品物が値上がりしちゃうっていうね。まあそうね、何でも絡んでくるからね。で、今ね、ガソリンが値上がりが凄す,すぎちゃって政府がいくらか負担してるっていうね、ニュースを。あ、そう。あのさ、補助金出てんだけどもさ、ガソリンスタンドが結局値段下がらないっていう話も聞いててさ、まあ途中の要は中抜きとかのお小遣いになっちゃってんじゃねえかみたいな話もね、どっかで聞いたな。<ー>だからずーっと と百七十円ぐらいで今高止まりしてる状態だよね。だ百七十円なんてさ、俺車乗ってた時の廃屋より全然高いからね。<laughs> そうだね。今の軽油が当時の廃屋より高いもんだって。軽油っつうともう百円以下のイメージだったけど、今百円超えてるよな。全然。超えてるよね。あの軽自動車は軽油だと思って入れちゃう <laughs> バカなおばちゃんが入れておなじみの。<laughs> たまーにそういう <laughs> ニュースやってるよね。軽油入れちゃってっていうね。そう、セルフスタンドだからなおさらね。あれさ。 まあ話それちゃうけど、軽油入れて、まあ、JAF とか呼んで、なんか全部抜いて、なんかクリーナーみたいなんで <laughs>、綺麗にしてって、めちゃくちゃ金かかるらしいけどね。あれだ、なんかあの誤飲しちゃった時の伊仙城みたいなもんでしょて、うん、あれの車版だよね。 うん。ま、ああれやんないと多分だってさ、もうエンジンからいろんなとこダメなんでしょう、ね、そうそうそう。余計にね、もっと故障が増えてお金かかっちゃうっていうことですけど。うん。まあ、あと最近だとあれだね、あの、うまい棒が12円になるっていうことで。そうなの。なかなかの衝撃を持って伝えられたニュースですな。逆にさ、今までうまい棒値上げしなかったのがこれすごいことでさ。何十年もう40年ぐらい値上げしてないのかなそうだね。 多分、もう出て40年ぐらいになるから。俺ら子供の頃から10円だったよね。10円,10円、10円。ああ、じゃあ変わってないのか。だって今さ、あの、丸川の風船ガムも20円じゃん <laughs> 風船ガム懐かしい <laughs>。そ,そうそうそう。そだ、当時10円だったものでさ、だ、あの、風船ガムとかの粉ジュースとかもあったじゃん。はい,はい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 。粉ジュースだって今2、30円するぜ。あ、あれも10円じゃないんだ。 うん、で、丸川の風船ガムは、昔3粒10円だったのが、今4粒20円になってん。なんかちょっとこうバランスを測ってるわけだ、そこで。そう,そう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 。だその分ちょっと足しましたよ、みたいなこともあると思うんだけれども。だからね、当時から基本的に変わっていないうまい棒とか、うん、あの、餅ち太郎とかが逆にすげえのよ。<laughs>

その、頑丈にするために開けてるみたいなやつだから、あんまバランスを崩せないっていう話もね、確かに聞いたことあって、だからもう基本的に企業努力だよね。穴を大きくしすぎて薄くしちゃうと今度割れちゃうっていうあれが出てきちゃうわけだね。そうなのよ。なるほどなで、あの、ほら、あの、包み紙もさ、あの、ま、高くなるだろうし、ま、もちろん売る人の人件費とかもあるけれども、 基本的には、うん、うん、企業努力で頑張ってるらしいよ。12円になっても、まあ、しょうがねえかっていう雰囲気ではあるよね、もうね。でね、この12円っていうのもね、うまい値段設定らしくって、うん、あの、消費税10%かけてもなんか値段変わらないみたいな、そのギリギリのラインを攻めてるっていう話。<ー>じゃなるほど、なるほど。とはいえ、さすがにもう10円じゃやってきねえよ、みたいな話になったんじゃないかな。あの、本当今年、2022年からね、いっぱいこの値上がりするっていうんで、そのリストがあるんですけれど、は はいはい。まずもう1月入ってから電気とガスは値上げされていると。ああライフライン系はね、ちょっと頑張ってほしかったよね。あと水道なんかは、まあ地域によって違いますけれど、やっぱり10%ぐらい上げるとこも出てきていると。あでもさ、 今のなんか、原油とか小麦粉とかさ、うん。ある中で、水ってあんま関係なくないこれなんかほら、水の民営化動向で、一時期すごい揉めてたことあったよね。はい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 。まあ自由化になると当然その、まあ料金を上げるとこなんかも出てきちゃったりするんだろうけれど、正直普段な、水の料金って気にしたことねえから、こういうとこからじわじわ、まあ上がっていくのかなってのはね。 うん。あるんだろうね。まあね、とはいえね、やっぱ毎日使うもんじゃん。ね、料金上がったからじゃあ水やめますってわけにいかないからね、この電気ガスもそうだけど。だね。まあタバコとかだったらさ、まだちょっと控えようかなみたいな。そうだね、お酒とかタバコなんか、そういう嗜好品なんか値上がりしたらちょっと量減らそうかなとかってのあったりするだろうけどね。うん、ちょっと水控えようかなってなったら人死んじゃうからね。あとね、医療費で言うと、 えー、今年の10月から75歳以上の一定以上の所得がある人の医療費の自己負担が1割から2割になるっていうことで。 これは去年だったか、菅さんの時だったと思うけど、結構大きな決断だったんじゃねえかなと思うんだけど。うん、まあその辺の人口ね、うん、まだめちゃめちゃいるからね。その医療費負担をお年寄りからもっと取ろうっていう議論はずっとあったけれど、やっぱりね、なかなかその選挙に反映されないっていうかな、老人が強いから、<う>医療費を負担を掲げてる人になかなか票が入りにくいっていうね、あったみたいだけど。ああ、そうね。これ、まあ、 年収がね、200万以上の後期高齢者が限定っていうことなんで、うん、まあ、年金、国民年金。 金だけで生活してるぐらいの人だと、まあ、200万ぐらいいかないかなっていう感じだから、ま、あ1割。まあ、うちの親父なんか多分、200万いってないだろうから、1割のまんまだと思うけれど。うんうん、うん、うん。これに関しては、俺らからすると、まあ、お年寄りから、お金のあるお年寄りから、もうちょっと医療費取った方がいいよって思うけれど、うん。ま、当の本人は1割から2割になると結構、すげえ値上がりしたんだなって思うだろうね。 単純に倍になるからね。<laughs> 単純に倍になるからね。でもさ、この税金とかの話だとさ、なんかもっと金持ちから取るべき論みたいなのあるじゃないあれはあれで俺どうかなと思う時があってさ、うんうん、あ、なんか稼いでも結局取られるんだったらなんか、バカバカしいってなっちゃうじゃん。 年収900万とか1000万とかあたりになんか損益分岐点みたいなのがあったりっていうのはね、よく話、そのフリーランスとかではよく聞くんだけれど、まあ、うん、負担の方が大きくなっちゃうと、収入をセーブした方がお得のポイントっていうのはね、何個かこう分岐点があるんだよね。うん、ね、うんうんうん。なんだっけ、ちょっと前のニュースでさ、なんかあの1000万以上荒稼ぎしちゃったギャラ飲み女子がさ、うん、ああ、はいはいはい,はい,はい、はい。なんかすげえ追徴課税取られるみたいな。 <laughs> あ,あれは申告してないだろうな <laughs> ねえ。あれはだから全部アプリから情報を引き出してってことなんだろうね。そう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 。会員リストみたいなとかね。まあ足がつくって言うと変だけどもさ。まあ全部残ってるだろうからね。あ とはね、これ、火災保険が10月から各保険会社でね、10年契約を廃止し、最長5年ごとの更新になりますということで、ほうほう自然災害のリスクは将来大きく変化していくと見込まれることから、長期的なリスクの評価が難しくなっていると。 いうことで、その保険期間が長いほど割安になるんだけど、その10年っていう割安のやつがなくなっちゃうってことで実質的な値上げになりますと。うん、そうね。結構大災害とかもさ、保険は難しいっつうけどね。これだってさ、まあ、10年ってなると、10年に1回は何かしらでっかいの起きてるイメージあんじゃんまあね、最近だとね、だってなんか1000年に一度が数年に1回起きてるみたいなさ。そう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 。ちょっと10年だとあれだから更新5年ごとにしましょうかっていうふうにまあ、 ま、5年に1回見直そうっていう話になってんだね <laughs> ね<え>。<laughs> だから俺あんま保険とか信用できねえんだよな。<laughs> まあ、こういう風に勝手に保険会社の方で、その契約変えられちゃうかんね。うん。あとは交通費の値上げっていうことで新幹線とか、あと首都高のね、高速なんかも値上がりするみたいですね。そうか。ただでさえね、うちの子供たちはね、子供料金じゃなくなっちゃうのにな。<laughs> <laughs> えっとね、JR 東日本は、 混雑する時間帯の値上げする方針をまあ決めていたと。湘南新宿ラインなどの普通列車のグリーン車などは対象外ですけど、新幹線とか特急列車の指定席の値上げの方針だということで。コロナ関係が落ち着いてたら春休み新幹線乗りたいねっていう話はね、ちょうどしてたのよね。旅行シーズンとかになると、飛行機見たく新幹線も高くなったりするっていうことなんかもしんないね。ピークの時だよね、そうそうそう、ね、混雑具合を考えてっていう、まあ、 偏りをなくすっていう意味ではまあそういうふうに変動性にした方がいいかもしれないけどね。うん。あとはまあさっき言ったように食料品の値上げが多いと。食パンとか麺類とか、冷凍食品とか、あとはハム、ソーセージとか、あれだね、牛乳とか、チーズとかも値上がりすると。その前にもう一個ちょっと交通費の話でさ、首都高値上げしますっていうのもでしたじゃん。うん。 高速道路ってもともとはさ、無料になる約束で作ってんだよね。っていうことなんだよね、将来的にはっていう。そう、大阪万博だかさ、東京オリンピックだから昔のさ、時に、とりあえず借金開始を終わったらただにするから、なんかとりあえず通行料ちょうだいねって言って、 そんなの等にペイしてんだけれども、なんか、未だに取り続けてるって話なんだよね、これ確か。うん、結局だからそのお金が、その高速道路の補修とか、そういう整備とか、人件費とか、そういうとこに使われてるって言われてるけど、なんかその、ネクスコか、うん、なんかブラックボックスらしいんだよね、そのあたりはね。そう、だ、それはどっか、 地下で保護にしてんだよねねその話、ね、高速道路なんか土日割引みたいなんで政策であったりしたけれども、すっかりね、それもなくなっちゃって、どんどん普通に値上がりしてるっていうことで、結構しかもね、これ値上げ幅が高いんだよね。高いよね。うん、高い。だってさ、大型車1000円値上げとか言ってるでしょ。それでしかもほら、ガソリンが高くなってるわけじゃん <laughs> だから、ダブルパンチなんだよね。輸送業の人なんかはね。ねえ、早くなんかあのさ、チューブの中さ、 空気で走る車とかにならねえかなって思ってんだよね。藤子二雄の漫画とかに出てくるようなさ。あの、イーロンマスクがそんな会社立ち上げてたよね、確か。ハイパーループだっけうん。まあ、あとはお菓子とかね、ポテトチップスがまあ、やっぱり値上げと、あとじゃがりこなんかは容量減らしたりとか、カルビーとかコイケアがもう1月2月から、えー、ポテトチップス値上げしていると。 あの、ポテチってさ、昔と比べて中身スッカスカになったと思わない量は減ったよね。見た目袋とさ、なんか持った感じ変わんないけどさ、中身割と空気なのね。 で、開けるとさ、昔のなんかあの、プロ野球チップぐらいのさ、3、40円ぐらいのなんか量しか入ってないような感じでさ。<laughs> あ,<ー>あとね、カントリーマーム、すっげえちっちゃくなったの <laughs> それ、それよく見るわ、ツイッターで。すげえちっちゃくなったっていう。<laughs> そうそうそう。あの、20何十年になると消滅して、<laughs> な、そこからあの、ブラックホールになってくっていう話だよね。<laughs> <laughs> 質量があの、負の、ね、マイナスに <laughs>、周りのものをなんか吸い込んでくみたいな。見た目にはないんだけど、質量だけ残っててブラックホール化しちゃうわけだよな。自分の重さでそうそうそう。保てなくなって潰れてっちゃうと。そう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 。不二夜がそれ作ってんの。あの、ドラえもんのバインバイだっけあれは逆に増えてって宇宙を埋め尽くすっていうのあったけど、それの逆バージョンだね。うん。あの栗リマンジュ今も宇宙で増え続けてるからね。<laughs> <laughs> そういうことだね。<laughs> うん。っていうことで、まあ、こればっかりはね、値上げしょうがないですけれどね。うーん。でもさ、しょうがなくない便乗値上げも絶対あるよね、この中に。ある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 。消費税が上がった時とかに便乗でってのはね、よくあるパターンですからね。そうそうそう。でさ、今見てなく、 た中で結構さあのほら原油高だか今ちょっと原油が高くなってるかとかさ、うん、ちょっとあのコロナで輸送費がみたいな話が出てるけどさ、うん、それ収まっても安くならないじゃんこういうのってああまあね原油なんかは上がったり下がったりしてるからまたいつかね下がる時代も来るんだろうけれどそれでじゃあ物価が下がるってことはまあないわなね上がりっぱなしじゃないであとさ結構年末年始にまあこれしょうがない話なんだけどさ ほら、あの、乳製品がこのままだ廃棄になっちゃうからみんな牛乳飲んでみたいな。キャンペーンやってた時にさ、乳製品1ビタも安くならなかったじゃない確かにね。で、あれなんなんだって思ってたんだけど、ほら、俺知り合いでやっぱ農家のやつとかもいてさ、あの、キャベツがすげえ年末に、やっぱり値崩れしたことがあって、うん。でもなんだろう、結局その出荷する、要はさ、詰める段ボール箱の方が高くなったりとかして、あ,<ー>あと売ったりする人件費。 だな、売れば売るほど赤字になるから、もうこのままなんか、要は出荷社員で何もしない方がマシみたいな状態になるから、やっぱ値段はね、下げられないっつってたね。 もうその周辺にもう金がかかりすぎちゃってて。うんう,んう,んうん。うん、だ値段下げるとなんかあの、売れば売るほど要は赤字になってくみたいな状況になっちゃうっつうから。ちょっとそれるけど、あのー、最近だとあの、熊本さんのアサリが偽装。はいはいはい。それでほら、まあ今すごい返品されてるらしいけれど、結局売るに売れないから海に戻してんだってよ。 ああ。ああ、そういうもんかと思って。なんかその、今の話だとさ、その値下げして売りゃいいじゃんって思うけど、やっぱそういうわけにいかないんだね。そうなの。要はなんか売れば売るほどさ、自分の、要は賃金が出なくなっちゃう。そういうのって難しいよね。そういう商売。まあ、農家の人とかそういう海産物売ってる人って、そういう市場のなんか値段が崩れないように調整していかないと、 取れすぎちゃってもダメだし、取れなさすぎちゃってもダメっていうね。そう,そうそうそう。そうで、かといってね、やっぱ旬のものとかだから、なんか置いとくわけにもいかないしねって。まあ、これね、うん、もうね、値上がりし始めてるものもありますけど、やっぱ3月4月あたりからね、一斉に上がるものが多いんでね、ちょっと皆さんその辺は気をつけてね。 買い物するなり。まあ今のうちにね、安いも、その、買っておくっていうのもありますしね。そうだね。あの、うまい棒とか、今のうちに。<laughs> まあまあ結構ね。駆け込み需要とかあんのかな <laughs> <laughs> ありそうね、なんか。 あの、転売屋とかがね、値段釣り上げたりとかして、<laughs> 本は先頭になったりとかね、しないといいけども。うん。まあでもね、その値上げした分のね、なんか賃金とね、収入が上がるといいんだけどな。そうそう。結局、まあこの話で一番最後にたどり着くのはそこよ。結局、収入が上がれば別に値上がりしても、まあいいんだからっていう。そっちが追いついてくれないと。インフレ加速するけどな。うん。なんかね、アメリカの方なんかじゃもうだいぶインフレ進んでるらしい。もう世界的にだからもうインフレはしてるから、 う,ん、うん。結局そこに対して日本の場合は賃金がやっぱり追いついてないっていうのはね、あるみたいだから。値上げしてったらなんかジンバブエトルみたいなことになっちゃうんじゃないのなんか。これはだからほら、今まで逆に言うと、その、値下げ競争の反動というか、デフレスパイラルの反動ではあるんだよね。なるほど。あ、でもね、そう、結構2000年頭ぐらいの頃とかさ、うん、結構ほら、100均とか出始めたりとかして、逆に物が一斉に安くなった時あったもんね。だから本当は徐々に、あの、物価が上がってくる 点が望ましいんだけれど、今急激に上がり出してると、やっぱりそういう混乱を招くっていうことで、その頭を抱えてるみたいだね。うん、だから昔のソ連みたいにさ、うまい棒一本二兆円みたいな感じに、<laughs> ほら、今ね、ちょっとロシアあたりが結構きな臭い動きしてるから、そう,いう戦争とか起きたりすると、やっぱり一気にあのものは値上がりすんじゃねえかな。まあ単純にね、なんかそういう物資とかなくなるしね。まず、ほら、戦争になると真っ先。 原油とかかが影響を受けるからうんもしまあ戦争が起きるようなことがあったとしたらなんか本当にうまい棒がもっと20円とか30円とかになっちゃう可能性はあるかもしんないねでも戦争の影響でさうまい棒30円ってちょっと可愛くない<笑><笑>まあまあまあただほら <laughs> その3倍になったって考えるとすごいことなんだけどねうんじゃあガソリンが300円になりましたとかになったらえー、らいこっちゃってなると思うけどねまあねうんでもさ,さうまい棒30円も さ、悲しがるようなさ、夜中になったら、なんかちょっとみんな世界平和になりそうな感じじゃない <laughs> まあね。そんなことしたら、うまい棒が20になっちゃうって言ったら、あ<ー>あ、じゃあやっぱりなんか仲良くしよう、みたいなね。<laughs> うん。でちょっと日本にミサイル撃つのやめるわ、みたいな。<laughs> ちょっとなんか世の中優しくなりそうな感じだよね。うーん、っていうことでね、まあ、2022年値上げされるものリストというね、お話でございました。 朝カーズです、えー。サブチャンネルもやってます。朝カーズのビデオで検索してください。カビです。茨城県小市を中心にコントをやっています。自己批判症で検索してね。よろしければチャンネル登録お願いします。